さあお待たせしました。ホンダのシビックタイプ R になりますと言っても最新型じゃないです。はい、もう発表された最新型は、おお、そうですよ、そう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 、もう発表された最新型はまだ出ていないので、これ改めてなんですけれども、ちょっと一つ前の世代の確認です。正確に言うとタイプ R、 とても刺激的な車で、ずっと扱いたい車両としてはもうはるか昔に撮影は済ましてたんですけど、データが飛んじゃって、実はずっと出せないでいたんですよ。なので今回はちょっともうモデルはもう代替わりしちゃってるんですけど、ちょっとこれだから一つ前の方を借りることができたので改めてですよ。いやもうね、じゃじゃ馬、じゃじゃ馬、半端ないじゃじゃ馬、もうトルクステアとかハンドルもなんか重たいし、これハンドル重くなかったら持ってかれちゃうんだろうな。うおー、センチュリーかっこいい。新しいセンチュリー、やっぱちょっと異様ですね。あの雰囲気、あの乗り心地の良さすごそうですよ。もう車の動きが他とは全然違います。いやー、まあでもセンチュリーの乗り味とは対極にあるものですけども、シャーシ性能としてはとても高い性能を持っております。でもエンジンが半端ないジャジャ馬なんですよ。なのでいろんなことが起きるんです。これそういう車です。もともとタイプ R はもう平坦な道のサーキットスペシャリストなので、まあいいんですよ、こういう味でも。とは言ってもそれでも個性的ですよ。おお、はい、やべえな、やべえなこれ。ホンダのやっぱこのエンジンってほんとやばいですよ。何かって普通だったら落ち込むだろうなって思ったところからもうひと伸びグワッてあるので、いやーほんとすごいな。なんかもう一個勢いがみたいな、なんかこの二段掛けみたいな、すごいですよこの加速。いやーこれは誰におすすめとかあって、もうとことん走り好きな方で、もうはっきり言いますと、これより速い車はたくさんあります。これより楽に速く走れる車もたくさんあります。でこの車は逆に言えばそういう表現をしたくなるぐらい半端ない癖持ってます。で特に何が癖かって言ったら、もうエンジンがあまりにもピーキーでパワフルすぎるし、トルクフルすぎて、でそれが段掛けみたいにうわーんわーんって回転数に応じてさらに加速力が強まっちゃう、吹け上がりが強まっちゃうというか、トルクが強まっていっちゃうので、なんかそれに乗じてハンドル切りながらそれが起きるとバーンバーンって逃していっちゃうんですよ、トラクションを。だから行きたいところに曲がりながら、行きたいところに狙って曲げていくっていうのが実はとても難しいです。だから気持ちよい車か、いや気持ちよくはないですよ。楽しい車ですかって言われたら楽しい車です。なぜなら車と戦ってます。明るく楽しく戦ってる感じ、分かりやすく、いつもテンションの高い相方といつも仕事してますみたいな、だから なんて言うんだろうな。フロントデフすっげー効いてるこれ。フロントデフ効きすぎなんですよ。フロントデフの存在が分かるぐらい踏んじゃあかん。フロントデフが途中で効いちゃうから、さらにそれでもだから曲がるんですね。曲がるというかぐいぐい前に進んじゃうので、普通だったらあそこで逃しちゃうので前に進まなくなるので、あの激しさ出ないんですけど、フロントデフが効いて激しくなっちゃうんだなこれ。いやーすごいな、すごいすごい、明るく楽しく激しいみたいな、だから楽しいですよ、楽しいです。
明るいジャジャ馬違うな、うまく言えないな。これこの世界独特なんですよ。他にこういった車がありますか？いや、ないっすね。これだけ高性能でこのジャジャ馬感を持たして、でそのジャジャ馬感を最後ちゃんと自分の懐の中に収めとくことができる、なんか全体的なコントロール性の良さを持ってて、でこのバランスはないですよ、他にない。この車の直進安定性は本当典型的なフロントセクションで作ってるような感じですよ。で旋回中の直進安定性というのかな、旋回安定性というのかな、それまでフロントセクションで作ってるようなイメージですよ。だから決してリアが動かないわけじゃないんですけども、なんかリアはこのホイールベースの長さとこのセダンでもってリアはなんかおまけみたいに動かしてる。今ちゃんと動いてはいるんですけど、リアセクションも。でもそれ以上にフロントがもうガンガン有無を言わせず引っ張っていっちゃうので、で通常だったら旋回中にもうここはフロント引っ張れないだろうっていうところもフロントデフ効かしちゃってガンガン引っ張っていっちゃうので、ほんとなんか明るく楽しいジャジャ馬ですよ。ほんとこれ、ほら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 、ちょっとなんかチューニング FF の世界だわこれ。ほんと昔の FF だから、チューニングカーの世界ですねこれ。昔で言うあの FF でちょっとロールゲージとかをロールケージとかを入れてボディ剛性上げて、エンジンちょっとパフォーマンスアップして、ちょっとパフォーマンスアップって言ってもなんて言うんでしょう、ドッカンターボを入れてもうピーク求めちゃった感じで、でそれでいてデフもガンガンにとりあえずもうイニシャルトルクがしっかり効いたデフをパンと入れちゃって、こう、おお、いやこれはね、あの僕に渡しちゃあかん、これこの車は、これはやばいな、あの踏み切れて楽しめちゃう車、あの踏み切れちゃう速さの車たくさんあっても、踏み切った上でさらにまだまだ一緒に楽しめちゃいますよこれ。いや、シートバケットだから感じてないですけど、相当いい旋回力とか出してますよ。このシートもすごいですね。まあそりゃそうですよね、これ乗り降りであのお尻打つと本当お尻割れそうなぐらい、このサイドのサポートもがっちり硬くてフレーム入ってるので、もう足もそんな外に開かないですし、もう背もたれもがっちり体ガードしてますし、でこのトランスミッションのこのハンドルとのこのバランス、場所もすごいですよね。いやー、ほんと緩みがないヒール&トゥーもやりやすい、エンジンほんとすごい、ホンダのエンジンはもうターボとかターボじゃないとかもう関係ないし、すごいホンダはほんとこのエンジンほんと大事にした方がいいですよ。ホンダのエンジン能力はすごいです。でなんでこんなにジャジャウマな FF なのに楽しめるかっていうと、あのフロントが FF にありがちなパンって浮いちゃう感じがないんですよ。でアクセル踏んでいくと徐々にフロントは浮いてきますよ。でもこの徐々に浮いていく感じがすごいコントロールされてますね。これだけのピーキーなエンジンでもうレスポンスも良くて、アクセルパンと踏んだらパンとフロントタイヤ浮きがち、フロントセクションが浮いちゃって荷重が抜けちゃうとかで、そうするとハンドリングももっと悪化しやすいとか、もうこんな状態になっちゃったらあのデフがあろうがなかろうがとか関係ないんですよ、もう結果として。でもこれ本当そういったピーキーなハンドリングにおけるピーキーな動きが出てなくて、でもいずれは荷重抜けしてちょっと抜けてっちゃうんですよ、フロントに逃げちゃうんですけど、そこに過渡特性がすごく扱いやすいんですよ。で今アクセルをここでアクセルを例えば3速アクセルオンってしても
フロントがじわって上がるんですよ。これうまいんですよ。で、このじわって上がるのをとことん収めようとすると足回りの、ダンパーでも調整はできるんですけど、これダンパーじゃないですね、これのやり方。ダンパーでやってるとここまで粘っこくじとーっといかないんですよ、実は。で、これコンプラ使ってますね。コンプラを使ってるって、その足回りの、例えばストラットが、これストラットだと思いますけど、ストラット式があって、で、ロアーアームがあるじゃないですか。ロアーアームの、ボディ側取り付けて、この2点のこの動く時の軸が、伸び上がり方向に対してちょっとブッシュがグニューってよれる、これコンプラブッシュの、コンプラ系の力を使って、伸び上がりにくくちょっとしてあげてる感じなんですよ。だから伸び上がろうとするとリバウンドスプリングが効くようなイメージですよ、これ。これのやり方はうまいです。これすごいですね。こんな露骨にそのやり方を使うって、僕一般車で初めてかもしれないです、こんなに感じたの。この使い方、エンジンすごい。このフロントのサスペンションのコンプラブッシュの使い方すごい。要は伸び上がり感がすごいです、フロントの。だから2個武器ですよ、これ。すごいですね、これ。いや、新型どうなってるんですかね。今回なんか自分の中で、あ、乗ってよかった、改めてなんかちょっと新しい発見がありました、今回。まあ、何が言いたいかって、他のメーカーではできないぐらいの技術作りを持って、このタイプ R は独自の世界をちゃんと出し続けております。誰におすすめか、もうとことん運転楽しみたいっていう方、その気持ちよく走りたいとかじゃないです。もうキャピッキャピなことをなんか楽しむみたいな。うまくそこが最後まで言えないんだよな。だから夜遊びするにしても、なんかクラブとかでしっぽり飲むとかじゃなくて、あのレッドブル飲んでクラブで騒ごうぜみたいな、その踊る方のクラブで騒ごうぜみたいな、なんかそんなノリですよ。わかります？すいません。ちなみにあのスポーツモードにするともうほんとチャキッチャキですよ。一般道ではこの揺れた時の足回りの足の動き、揺れた時にどうしても足も動こうとするじゃないですか。自分の足のことですよ、アクセルを操作する足。このアクセルのちょっとした動きにほらほらこういう風に反応しちゃうぐらいですよ、ほら。だからめっちゃレスポンスいいですよ。静粛性とか含めて、じゃあ隣に乗ってる人が快適ですかって言われると、運転の仕方にもよりますけれども、助手席の人が快適に乗れるように気を使って走ってると、なんかこの車はなんかストレス溜まりそうですね。なんかもう車側から一生懸命もう一緒に楽しもうよ楽しもうよってどんどん言われてる感じなので、それを無視し続けないといけないので、だんだんなんかこっちとしても、分かった分かった分かってんだよ、今行けないんだよ、アクセル踏んじゃいけないんだよみたいになっちゃうんですよ、どうしても。だからちょっとうるさいよ、黙っててくれよみたいに思う時もあります、はい、正直言って。いや、なんかやっぱホンダはこの系でこれ系ですよ。やっぱホンダって言えば僕はこれ系なんですよ、イメージが。うん、これがやっぱ世界に対してホンダらしいよねっていう、そういうホンダ世界ですよね。だからまあこういう言い方はあれかもしれないですけども、 NSX もうバッテリー下ろしませんか。すいません。スタイル半端ないかっこいいです NSX。 あのスタイルだけで言ったら本当僕かっこいいと思います、あれ。だからスタイルはいいので、バッテリーを下ろして、もうこのキャピッキャピなエンジンと軽量化でもうとことん楽しめちゃう車行きませんかね。なんかほんとそういうのが欲しいですよって言って、それを実現してくれるような時代じゃなくなっちゃってるのも重々わかるんですけど、求めるのをやめたら絶対手に入らないので、うん、僕は
欲しいです。そういうタイプ R でバッテリー下ろしちゃったような、うん、これの世界の頂点、うん、欲しいですね。いや楽しい。ほらだからタイプ R だけに許されてるこのホンダの赤バッジですよ。これが誇らしいですよやっぱり。うん、やっぱ赤バッジはこういう乗り味なんですよ。こういう乗り味の車をちゃんとホンダは大事に、やっぱ今でもちゃんとファンはいるはずですよ。これを求める方いるはずですよ。楽しいですもんやっぱり。うん、応援します。まあ、というわけで今回は、はい、やっとまた改めて乗れましたよ、シビックの、タイプ R。 はい、もう新型が出ましたけど、これは旧型になりますね。一つ前の型になりますけれども、改めて、最終モデルとしてちょっと試乗をしておきました。はい、じゃあまたチャンネル登録よろしくお願いいたします。めっちゃ楽しい車でした。ありがとうございました。ではいいカーライフを失礼いたします。